まあ、いわゆるね、ハンデのある男性だったということも分かってますよね。えー、県警は特別公務員暴行領辱容疑も視野に、えー、職員からあ事情を聞くなどして詳しい経緯を調べるということですけども、まあ、諸院の中で隠蔽してね、ないないするわけなんですよね、これがね。まあ、高知白媒事件をね、忘れるなって感じですよ。 で、えー、県警の警察関係者によると、便器の水を流したのはいたずら目的だったということで、捜査には全く関係ない、単なるね、面白目的、払い稼だったということが分かったんじゃないでしょうか、どうなんでしょうかね、公務員、特に警察の中には、こういうふうに個人的な感情で、えー、交流中の男性に、便器、頭突っ込んでね、水を流して、おもしろ楽しむってことが、まあ、常態化してるんでしょうか、許されているんでしょうか。 一体これは誰がどういう風に処分されるんですかね岡崎警察をお取り潰しにするとかねそれから自賠責保険を全部ここに負担させるみたいなことにはならないんでしょうかねえー、県警などによると男性は11月25日に公務執行妨害で逮捕され、交留中の今月4日に死亡したということで、何のために逮捕したんですかねやっぱりこう殺害するためだったんでしょうかまあ、どんな気分ですかね岡崎署の皆さんはね、気が済んだんでしょうかねこれで。 ああ死んじゃったみたいなことなんでしょうかね。怖いですね。愛知県にはあんまり近づきたくないですね。